ただあたふたしてるだけですけど、まあでもなんかみんな笑顔だったから飲食の人もそうですし、そういうのはめちゃくちゃ気持ちいいですね。職場の仲間とかボランティアの人と本気で喜び合えるとかなかなかないじゃないですか。なんか2週間に1回こうやって喜んだりハグできたりするのはなんかこの仕事やっててよかったなと本当思います。まあ、ないっすからねこんな仕事。パートナーグループとあとアドミンと P1 関係が看板に回ってください。で、ボヤージュさんとマーケですね、カンオさんと中島さんと僕は外回りのテント行きましょう。で、それ以外じゃあフミさん中心になってトイレとクラブハウス内の清掃をお願いします。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。はい、こっちから回って最初ここでテントの立て方一通りみんなでやってから散らばっていきましょうか。で、テントの紐結ぶ係をお願いします。で、僕ら6人で、足立てる作業いきましょう。はい、だいたい1回皆さん見ていただいて、2軒3軒って呼んでるテントなんですけど、じゃあ、お願いします。さあ、お願いします。あ、ふみさん。はい。水、休憩だれ使ってください。ありがとうございます。あとどんくらいで終わります？今外交部あと30分はかかるな。中も含めてまだこれからクラブハウスで、まあそうしたら、ね、あ、OK です、 OK です。いけますね。大丈夫そうやな。よし、誰か呼ぼう。テープで青い線を1本こうビーッと引く作業やってて、いいっすか？行こうかな。4人、とりあえず4人いけば。で、これちょっとよくこうやっとかないと離れちゃう、うんうん、多分これだったら大丈夫だと思う、うん、はい。なんで、これちょっと了解了解、はい。ちょっと土を払った方がいい。押さないとあれだね。ちょっと拭いた方がいいかもしれないです。ちょっと土を払った方がいい。多いやん。上だったらでも支えなくなっちゃうかな。支えないし。太鼓台とのあれ。そう、なんか。意外的なの俺たちの方が収まりいいよね。え、あれさ、あんなか動かすの？あのまんま？あのまま。かぶってんのもまずいっすね。研究者より道。もうこれ以上はこっち来れないから。いや、もうしょうがないんちゃう。
あと時計もどこに置くか問題があるから。目安の本物さ、こっち側にずらしてできないです。目安の後ろは何だ、1メーターその本物です。いろいろ開けないといけないとか厳しい。もうこれに行くしかない。横断幕見えないかな。まあピッチから見たら見えんじゃね。精神が届きます。高橋さん、そっから今中山くんがいるとこの下の手すりって見えます？手すり丸見え？横断幕張るんすけど、アウェーの。まあスタンドとかだったら見えるよ多分。そうしようか。はい、もう全部混ぜ混ぜで、はい、あ、じゃあ本当のスタート掘ることね。はい、了解。マッチで、ね、入ってるんだから言ったよ、言ったよ。はい、混ざって大丈夫です。これもう、はい、もう向こう持っていっちゃいます。はい、こんだけ今日皆さん集まっていただいたのに2時間半ぐらいかかっちゃったので、まあちょっとここから3月19日とか4月2日とかは結構作業が今と同じぐらいあると思うので、ぜひ皆さんあのお越しいただいてお手伝いください。まずは今日はありがとうございました。お疲れ様でした。明日頑張りましょう。これもうちょい前出して、ああそれもいいですよ。センターサークルバナー隠れちゃうじゃないですか、はいはいはい、だからこれをあと1メーターぐらい前出して、ああ全然それは、当日可能です。ウェルカムピッチフラッグを割る、うん、丸が書いてあるところに、でこっち難しいんで、うん、レディースのトップこっち、うん、であとはアカデミーの子たちをこう、はい、この青と黄色の丸のところに立ってもらって、はいはい、で番号は下のタグの裏に書いてあります。で今から名簿来るんで、それに書いてもらえれば下のところの番号だけ確認しておいてください。サイズと番号、これ配ってもらってもいいですか。お願いします。これちょっと皆さんに配ってもらって、余ったら関係者受付にお願いします。年齢も出ると思うんです。あ、出ましたね。そしたら運営ミーティング始めたいと思います。全員顔見えた方がいいと思うので、もう少し真中央寄りに集まっていただいて、おはようございます。オープニングセレモニーでも申し上げましたが、皆さんのおかげでここまでやってこれました。で J3 リーグ開幕戦をついに迎えることができます。僕らスタッフは皆さんへの感謝と、あとは来てくださるサポーターへの感謝をこの場で伝えたいと思います。ぜひ皆さんも普段支えてくださってるサポーターの方、そして自分たち周りのボヤージュの方に対して感謝を表現する場として、今日この3月5日、歴史的な日になると思いますので、できる限りありがとうの気持ちを持って、皆さんで一緒に取り組んでいきましょう。スタッフの皆さん、各持ち場に着いたら、ボヤージュの方とかに業務説明してあげてください。仕切ってお願いします。緑の後ろにシルバーの、はいはい、あそこもゴミ捨て場なんですよ、はい、そっちで投げてもらって、はい、でも、はい、ここ入り口にして、最初の入場はここ一個だけ、うんうん、入り口入って、うん、でこっち出口ですか、うん、でちょっと混んできたらもう両側入り口にしちゃって、うん、準備大丈夫そうですか。そうですね、なんとかいけるんじゃない。今回のハリセンだけです、うん、だったらもう全然人数いらないです。でも多分ここが結構ゲートが混むんで、うんうん、まあ、2レーンやってもらってあと列整理でちょっと外出て作業するぐらい。でここっすよね、端が、はいはい、じゃあ大丈夫っすね。もう一般ですね。
まあちょっとこうなん、あでも大丈夫っすね。この配置に分かれてもらって、で各スタッフがいるんで、各スタッフにちょっと聞いてもらって、でどんな内容やってもらうかっていうのを確認してもらえればと思います。じゃあ各配置に分かれてもらって、スタッフに話しかけてもらえればと思います。12時までよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。ホームセン担当の今井です。よろしくお願いします。このスタンプカード持ってくるんで、はい、ここにコントをしてあげるかと思います。了解です。はい、すみません、お願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今年もお願いします。こちらこそ。おはようございます。よろしくお願いします。失礼します。おはようございます。めっちゃ並ぶと思うんで。頑張ります。やばいと思うんで。お願いします。お願いします。シーズンパスをお持ちの方、まっすぐお進みください。おはようございます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 。入場ゲートまっすぐお進みください。白線に沿ってお並びください。今ヒロ君が最初、あ、ヒロ君ここです、ここです。全員、いや全員集合。今から皆さんにはコレオグラフィーといって、青と黄色でスタンドをこう埋め尽くすようなことをやりたいんですけど、その見本役をやってもらいます。あ、スタンドの前で青をあげる、黄色って言われた人は黄色をあげるっていう感じで対応してもらえればと思います。 OK ですか。はい。ブロックずつで黄色、青、黄色、青、黄色、黄色、黄色で、上側は今度は青、黄色、青、黄色、青。あとは多分ハーフタイムの太鼓台が移動が結構大変だと思うんで、それがクリアできればっていう感じです。最後はあとは選手に勝ってもらうしかないですね。ちょっと勝利のセレモニーが変わるんで今年から。あ、そう、はい、今まではタオル回しは変わんないんですけど、今まで僕らで栄光のセーリング流してスタジアム全体でって感じだったんですけど、今回からゴール裏のサポーターがちゃんとかけてくれて、それに合わせて回す感じなので、ちょっとそれだけが心配ですけど、まあこの雰囲気だったら大丈夫だと思います。大学までサッカーやってたんで、いつかサッカークラブでちょっと働きたいなと思ってたんですけど、たまたま岡田さんの記事を見つけた時に、俺の仕事これじゃんと思って、ですぐ次の週に今治の試合見に来たんですよ。そしたらなんかめっちゃ楽しくて、でめっちゃそこにいるおじいちゃんおばあちゃんとか生き生きしてたんで、いやだったらこのクラブ入りたいってなって、まあ、いろんなご縁でまたお声掛けいただいて。2週間に1回こうやって喜んだりハグできたりするのは、この仕事やっててよかったなと本当に思います。